相互発着鉄道において、列車の運転時角を短縮するために、同一路線で運転されている列車を駅において、異なる乗り場に交互に発着させること。交互着発とも称される。鉄道、バスなどの交通機関における運賃の計算や乗車券の効力。ある駅間を行き来する場合のこと。いずれも本記事で記述する。一般的な発着と相互発着の概念図。 相互発着ではホームを交互に使うことで運転間隔を短縮できる。鉄道においては閉塞の概念に基づいて安全を確保しており、列車は先行列車にある一定以下の距離に近づくことができない。本線上では列車はある間隔を保って走行しており、この間隔は閉塞によって許される最短の列車間距離よりある程度長い距離となっている。 先行列車が駅に到着し、停車中に、続行列車との距離が接近するため、駅の前後が列車。先行列車が停車中に、続行列車が、先行列車と同一の閉塞内に進入することはできないため、結果として、列車同士の時間間隔が一定以上に保たれる。相互発着の冷装後発着は、この駅付近における時覚醒薬要因を、 緩和するための方法である。駅において同一路線の同一方向の列車に対して二つの番線を用意して交互に使用することで制約を緩和する。図に示した駅では一番線と二番線を同一方向に対して使用している。ここでは先行列車はまず一番線に到着する。この時点では先行列車がいるために続行列車は一番線に進入することが できないように閉塞上の制限がかけられている。先行列車が到着するとすぐに分岐器が2番線側に切り替わり、2番線への到着を許可するように信号が現時される。これによって、続行列車は1番線にいる列車による閉塞上の制約を受けなくなり、駅へ接近してくることができるようになる。先行列車が1番線にいる状態のままでも、 続行列車は2番線に到着することができるが、実際には1番線から先行列車が出発して間もなく2番線に続行列車が到着することが多い。この場合、2つの番線を使わなくても、そのような運行は物理的には可能であるが、実際には列車同士の間隔に関する制約により、相互発着を使うことによってのみ可能な運行である。 相互発着を行うことにより列車の運転間隔を短くすることができるほか乗降客の多い駅において停車時間を長くしても全体の運転間隔に影響を与えないといった効果がある。校舎の場合乗降客の多い駅についてのみ相互発着にすることで対処できる。鉄道やバスなどの交通機関において運賃を計算したり発行された 乗車券の効力を規定したりする場合にも、相互発着という言葉が用いられる。例えば、A 駅、B 駅間相互発着という場合は、A 駅発 B 駅儀と B 駅発 A 駅儀を意味することとなる。基本的に、同一区間で方向によって、運賃や料金が異なることはないため、このような記述をしている。ありがとうございます。